高木久夫は日本の発明家、実業家。高木創業者で同社代表取締役社長を経て代表取締役会長。経営法博士。福岡県小倉市出身。3歳の時、マレー作戦で父を亡くし、愛媛県新浜市の母方のおじの養子となる。福岡県立文字東高等学校在学中から発明で多数の受賞をしたが、 部の備品を破壊するなどの校内暴力で2度の無期限、謹慎処分を受けた後退学。1956年に、小倉報告高等学校を卒業後、上京して、トラック運転手として働きながら、東京都大井職業訓練所、ラジオテレビ科で学んだ後、無線工業に入社。その後、小倉に戻り22歳で、家電製品修理業を起業。 翌九百六十一年に高城正規製作所を設立し、やがて金型業に転換する。九百七十七年には、債務超過で、福岡地方裁判所国ら支部に和議申請をするが、ポリカンポンプのヒットなどで、三年で和議終了となり九百七十九年には高木を設立。下請けからの脱却を図り、蛇口一体型浄水器などを開発して、 約180の特許を取得。2018年、高木代表取締役会長に就任。この間、1990年から予備校に通い始め、1991年、立教大学法学部法律学科入学。1995年度を卒業。2005年、一橋大学大院国際企業、戦略研究科修士課程入学。2007年度を終了。 2013年一橋大学大学院国際企業戦略研究科博士家庭進学2017年度終了論文ファミリー中堅企業による複数劇欠権株式を利用した上場促進についてにより79歳で博士の学位を取得同年一般社団法人北九州創業者の会を設立2019年朝日小受賞受賞 ありがとうございます。